はい、どうもキョウペイちゃんです。8日うちバスターズ2やっていきましょうということで、前回の動画で太陽神エンマと戦う方法を紹介しましたが、今回は太陽神エンマとか暗黒神エンマとか、そして時空神エンマ、ヌラリシンとかを 100% 必ず1個の容器もしくは1個のストーンで確実にゲットする方法を紹介したいと思います。ということで、まずは太陽神エンマをゲットしに行きましょう。さあ、あとちょっと、あと1発2発 OK、 ボス撃破、太陽神エンマ倒しました。ということで宝箱開けていきましょう。オープン、ヌーパーツゲット。まあそこはね今回の動画ではここはもうどうでもよくて、まあ、問題なのはこの後なんで、さあ脱出していきましょう。ほんとね、太陽神エンマと戦うのもそうだけど、容器ね集めるのも結構大変。この天空の容器もガシャで大当たり当てないとチャージできないんで、まあ本当ね、しかもゲットできる確率はかなり低いというところを確実にゲットしていく。これ修正来そうな気はするんだよね。だからもしやるんだったら本当早めにやった方がいいと思います。 OK、 ここでセーブ、これかなり重要。ここは必ずセーブしてください。さあ、で結果を見ていくという感じで、まあ、まずね1回で来るってことはまあないと思うんで、まあ、ここはもう、スキップみたいな感じでコメントを飛ばしていく。で終わって、もしここで来なかったらタイトルに戻っていきます。リセマラしていきましょう。もうそろそろね来てもいいと思うんだけど本当に、まあ確率は低いからね、これ普通にゲットするってなったら本当に鬼畜だよね、マジで。どうだろう。お、来た、来たじゃん、来た。リセマラでゲット、太陽神エンマ、嬉しいやったぜ。今回はちなみにあのフレンドの人が天空の容器を使ってくれて、で俺がそれに参加してる形です。なので別にね、自分が使ってもいいし、まあ、フレンドで持ってる人がフレンドに使ってもらってもリセマラが可能となってます。かなり便利、これ絶対修正くる、マジで。なんで本当に本当に早くやってほしい、みんなには。優しき王の腕輪もゲットした。さあ、この方法で暗黒神、そしてヌラリシンもゲットしていきましょう。さあ、そろそろかな、まだかなまだまだかかるのか。お、来た来た、暗黒神エンマ来ました。ゲット、暗黒神エンマめっちゃ強いからね、マジで必殺が強い。暗黒神エンマゲット。暗黒神エンマは冒険の容器でゲットすることができます。まあ、これは公式サイトにも載ってるからみんな知ってると思うんですけど、暗黒神エンマゲット。次、ついにあいつヌラリシンをゲットしに行きましょう。賢き王の腕輪もゲット。さあ、次ヌラリシン行きましょう。ヌラリシンは大吉の容器で戦うことができます。大吉の容器もね結構レアなんだよね。解放完了。さあ、今回はマルチ4人で行く。まあどうせならね4人ゲットできた方がいいと思うんで行きましょう。さあ、ヌラリシン来たー、ヌラリシンやっと会えたぜ。だいぶ探したマジでアタッカーもできるしヒーラーもできるし、ほんと大好き俺は。さあ、ということで今度はヌラリシンをリセマラでゲットしに行きましょう。さあ、戦ってこう、ヌラリシン4人でやったらもう一瞬だなこれOK、 ボス撃破。さあ、宝箱オープン、ヌーパーツゲット。みんなヌーパーツゲットしてるね。やったぜ。いや本当にすごいすごい探した、マジで。すごい容器の粒とかも使ったしね。まさか大吉の容器だったとは。さあ、ここで一発で来てくれたら神。クエスト報酬は安定の3600。ヌーパーツはドリームメダル、ドリームコインゲット。さあ、
ここでセーブしていく。 OK。 プレイ時間が24時間を超えている。あーダメだったね、なかなかパターンなかなかパターン。さあということでダメだったのでリセマラしていきましょう。さあ来るか。お、来た。見事だった。ふっ、いいだろう。お前に私の力を貸そう。必要な時は呼んでほしい。すぐに駆けつけよう。ああ、それから気が向いたらまた来るがいい。手合わせなら何度でも相手しよう。私はいつでもお前を待っている。褒美はもう用意してやれんがな。来た。ぬらりしん、光あれ。光あれ。ぬらりしんゲット。やったぜ、万能選手。めっちゃ万能だからね。さあ、技とかは変わってるのだろうか。ちょっと見ていこう。あ、違う、ここではない。このボード変化してるだろうか。妖怪ウォッチ3の時と比べて。ぬらりし、うん、いた。神速、ここは変わってない。技が吸収の術。あ、でもあれか、レベル上げれば多分極楽の術とか多分追加されるかな。はい、まあこんな感じで今回の動画終わりたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。もしねこれ参考になった方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。